それでは長渕剛の、恋人時代のイントロと感想のソロを解説していきます。まあメインテーマはメインと、ハモリみたいな感じで入ってるんですけど、ハモリはちょっとあまり自信はないです。まあ聞こえた、自分なりに聞こえた感じでいきますということで、まずメインの方がまず3弦6、1弦の4で2弦の754で3弦6で3弦の646で2弦の4で、これをもう一回同じことをやって、2弦の53弦42弦の57で2弦の7が4で、こっから1弦の7あたりから9へスライドで1弦の754、次が、2弦の7をチョーキングして下ろして54、3弦6、1弦4、2弦の754で3弦4で4弦の6で3弦の4から6へスライドで、また3弦6へスライドして3弦6で2弦の5で、また3弦6で2弦の54、こんな感じで。今度はハモリですけど、こんな感じでやったんですけど、これはほとんど自信がないんですが、まあまず頭が、これが、2弦の5と3弦の6ダブルストップで、今度2弦3弦の4で、こっから2へで、この2を212でっていって、また4繰り返して、次がこんな感じで聞こえてないけど、3弦4で4弦4それで、また3弦4を2回、次が、3弦4で2弦4で2弦の5それで2弦の5を3回、その次にこれが3、2弦の4をチョーキングして下ろして2で3弦4で、3弦の2で、2弦の2で、3弦の1を2回弾いて3弦の4で、もう1回1を2回で、2最後が、これもね、よく分からないんだけどとか、こういう感じでやっとるんかもしれへんし、まあ一応はさっきの3弦の6へスライドして2弦の5で3弦6で3弦の24
な感じかなっていうことで、まあ遊びフレーズとして、アコギのライブやる時でもやってくださいっていうことで以上です。